皆様、明けましておめでとうございます。今シーズン、メガルタ仙台の監督を務めます木山隆です。よろしくお願いします。社長の素晴らしいスピーチがあったのでだいぶやりづらさを感じておりますが、少し話をさせていただきたいと思います。まずはここにいる新加入の選手、メガルタに来てくれてありがとうございます。ありがとう。これまでもずっとメガルタのことを支えてくださっている、ファンサポーターの皆様に、新しく監督になりますけれども感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。もういろんなところでメディアに、出させてもらっているので、いろんな話通じているかもしれないですけども、とにかく今までメガルタ仙台が培ってきた大切なもの、それを僕自身の胸の中にしっかり大切に持ちながら、昨年から、よりも以前からずっと戦ってきてくれている既存の選手と、あと今ここにいます新しい選手とで新しいメガルタ仙台を作っていきたいと思います。アグレッシブに守って、アグレッシブに攻めて、常に攻撃的なメンタリティを持って、最後の瞬間まで戦い続ける、そしてスタジアムに来てくれる皆さんとたくさん勝利を分かち合える、そういうチームを作っていきたいと今心に誓ってます。当然いろんなハードルはあると思います。でもそれを全員でしっかり乗り越えていくだけのものをキャンプを含めてチームで作っていきたいと思います。そして私自身も本当に楽しみにしてますけれども、ホームのスタジアムで選手たちが躍動する、そして皆さんと一緒にたくさんの熱い試合をできることを、そしてそれを見せることを必ず約束して今年の戦いに臨みたいと思います。ぜひ我々と一緒に戦ってください。よろしくお願いします。